点も相当上げてますしね、あいきなりいったか、もうほとんどレフトは見上げるだけ。第一打席で決めました。全本拠地でのホームランを第一打席で決めました。山川穂高第17号の先制アーチ。もう打った瞬間でした。これが山川の打球です。これが山川のバッティングです。甲子園でライオンズ先制。あっさり決めましたね。そうですね、一番ドスコイいけないね、はい、バッターに打たれましたね。甲子園でドスコイが見られました。ライオンズファンドンピシャでしたね、うん。